調子はどうだ？もしかして、そうだな。すごいわね。気になるぜ。お、今度一緒に見に行くか？フェザーマンのショー。王城に潜入したら一気に上まで駆け上がることになる。準備はできてるか？よし、行くぞ。
よし、敵は見当たらないな。このまま一気に駆け上がるぞ。なんかあっさり入れちゃったね。静かなもんだ。王女ってのはいつもこうなのか。そんなことはなかったと思うけど。猛烈に嫌な予感。こういう時は大抵。なんだこの光は。綺麗だけど何かの仕掛け。どう見てもヤバそう。侵入者を感知、強制転移を実行します。うわ、ワープ装置か。これ罠かよ。早くこっから出て。待って、スカル、下手に光の囲いからはみ出たらちぎれる。嘘だろ。何、どうなったの。強制的にどこかへワープさせられたようだな。用事ある。ワープ用意した。つうか牢屋ん中か。最近俺ら捕まってばっかじゃね。早くここから出ないと。まあ焦るな。こういう時は周りをよく見ることから始めんだよ。向かいの牢、扉が開いてるわ。あそこまで行く方法はないかしら。いけるよ。あれ、これラッキー的な。貴様ら、どうやって抜け出した。おとなしくバグりつけ。おっと、シャドウがお出迎えか。じゃあさっきの罠、こいつらの仕業ってこと。だったらお礼しねえとな。おとなしくやられとけ。いけるぞ。レーション召喚。ジョーカー、やっちゃえ。うん、大丈夫、そこなら気を抜けるかも。このエレベーターで上へ行けそうだけど、ロックされてるな。どこかで解除できるかもしれないわ。探してみましょう。ここセキュリティルームだな。ここで上層階へのエレベーターをロックしてるみたいだ。解除すれば上へ行けるということだ。当然。よし、やる。ハッキングを開始する。敵は任せたぞ。切り捨てる。ペルソナー嫌い。弱点にヒット。さすがリーダー。いただいていく。よし、ハッキング成功。私にかかればこんなもんだ。やった、エレベーター動いてる。上に行こう。これで一気に上まで行けるね。着くまでちょっと休憩できそう。そうは問屋が下ろしませんってさ。ソーラー、おいでなすった。シャドウの反応めっちゃ来てる。みんな到着まで備えてくれ。俺だ。やれやれ、到着したか。ようやくかよ。行こうぜ。だいぶ上まで登ってきたな。ここはストップ。敵の反応、これはちょっと強いやつだぞ。ヒーローアキラに歯向かう愚か者ども、この雷で消し済みにしてくれる。
エレベーターだな。いや、まだ登んのかよ。すごく高いみたい。上が見えないね。なんとかと煙は高いところが好きってな。この上が本丸だろう。なら行くしかないね。みんなの願い取り戻さなきゃ。みんなこれ。鳥かごか。やっぱここにもあんのかよ。それが今までのジェイルの仕組みだからな。だがなぜこの絵にまで鳥かごがある。奴は黒幕ではなかったのか。わからねえ。だがジェイルを作ったのはこの絵自身のはず。そのこの絵がジェイルの仕組みを知らないとは思えない。ってことは自分で自分をトラウマの中に閉じ込めているとしか思えねえ。何のためにそんなことを。ジェイルを作り出すためにはそうする必要があるのかもしれない。それってこの絵にもトラウマがあるってこと。あんな自信たっぷりなやつのトラウマって想像がつかん。でこっからどうすんだ。これを開けるには確か鍵ってのがいるんだろう。そうだ。鳥かごに触れれば鍵のありかのヒントが得られる。やっぱ俺かよ。いや俺にやらせてくれ。何事も経験ってな。頑張って。すぐ話しちゃダメだよ。泣くなよおっさん。あ？うわあ！超えたな。さすが狼。天をつく洞穴とはこのことか。美しくさえあるな。お前らのんきに言ってっけど、あれすげえ痛えんだからな。静かに。聞こえてきたわ。虐待？何をバカな。ああ、うちは動物を飼ってますから。その声じゃありませんか。なあ、アキラ。誰だこの声。この絵のものじゃなさそうだけど。でもアキラってこの絵社長の下の名前？ですがこの絵さん、あなたが息子さんに暴力を振るっているという通報がありまして、事実アキラ君の腕に傷があるようですが。転んだんですよ。何度言えばわかるんですか。もういいでしょう。帰ってください。このクソガキが余計な手間をかけさせやがって。お前は俺の言うことを聞いていればいいんだ。クソ、何だったんだ今のは。この絵の過去、ヤツの抱えるトラウマが再現された声だ。トラウマ？よーしゃしゃしゃ、よくやったぞウルフ。俺はお前の犬か。たく、そういうのは先に言っとけよ。聞かれなかったから。どこかで聞いたことのある言葉だ。おめえだっつの。それより今の声、虐待って言ってたよね。この絵アキラは父親から虐待を受けていた。そんな。ひでえ話だけど、だからってあいつが許されるわけじゃねえ。そうだな。過去は過去だ。この絵が戒心を使い人々を操る危険な存在であることは間違いない。ええ、私たちが止めないと。虐待がトラウマだとして、奴は何のためにこの計画を。直接聞くしかねえだろ。あいつんとこ乗り込んでな。そうだな。まずは鳥かごの鍵だ。現実に戻って声の場所を突き止めるぞ。なあジョーカー、この絵は自分の親からひどい扱いをされていたのか。善吉と茜も仲は悪かったが、そんなことはしてなかった。なぜこの絵はそんな目にあった。家族なんだろう。
ジョーカーは家族を大切にしたいと思うか？私もそうだ。私は家族や仲間ができたら一生懸命支えたい。私はそれを怪盗団を見て学んだ。この絵はどんな気持ちでいたんだろうな。おい、二人ともそろそろ行くぜ。ごめん、引き止めた。行こう、ジョーカー。着いたぞ。ここだ。これが、この絵アキラの実家？トラウマで聞いた父親はまだ住んでいるのだろうか。いや、20年前に死んでる。え？この家で起きたある事件の捜査記録が残ってる。この絵の父親はこの家に押し入った強盗に刺されて死亡している。向こうだ。金目のものが消えてたんで強盗殺人事件として捜査されたが、犯人はまだ見つかっていない。その時この絵は一緒に住んでたんだよな。当時8歳だった少年、この絵アキラだけはクローゼットに隠れていて無事だったそうだ。ここでこの絵のトラウマが見えるってんなら事件の真実もわかるかもしれんな。あ、そのために俺たちはここまで来た。キーワードを入力するぞ。全員突入に備えてくれ。ここはあの家の中か。おそらく20年前のな。うわ、なんか出た。あれはこの絵の父親。このクソガキ、誰のおかげで飯が食えてると思ってんだ。ただ金を減らすだけの脳なしが。やめて父さん。口答えするな。おら、誰か助けて。ダメ、見ていられない。ああ、面倒なことになりそうだぜ。お前も殺しとくか。お前も。素直に金をよこしゃいいものを。どいつもこいつも俺を舐めやがって。まさかお前が母さんを。みんなのピンチを救ってくれる悪を許さぬスーパーヒーロー。さあテレビの前のみんな、一緒に正義の味方ゼファーマンを呼ぼう。ゼファーマン。なんだ、テレビつけっぱなしか。そうか、わかった。ヒーローなんかいない。誰も僕を助けない。なら自分が、僕が強くなるしかない。こいつを殺して僕はヒーローに。何ブツブツ言ってやがる。そこで待ってろ。今すぐ殺してやる。殺してやるよ。どいつもこいつも舐めやがって。死ぬか、死んどけクソガキが。こいつ、お金のために自分の奥さんを殺したの。ひどい、許せない。どうしてそんなことができるの。
さっさと死ねよ。お前の母親みたいに無様によ。気をつけて、移動しながら撃ってくるよ。あいつは負けたら今すぐ楽にしてやるよ。ランチャーか、物騒なもん使いやがんな。火力ヤバそうだぞ。正面に立たないようにな。くらえ、ナイスショーカー。なんだその目は。クズの分際で俺に逆らってんじゃねえ。オーケー、吹っ飛ばせるぜ。さよならだ。ヒーハー、もっとやれ。やっ、強敵だ。お前の父親、お前はああやって邪魔だぞ。ソフィー、全員無事だな。やられてたまるかよ、特にあんなクソ野郎にはな。この絵、アキラ。さっき見たものが本当なら、この絵、アキラは虐待から逃れ、母の仇を取るために実の父を手にかけた。そしてそれを強盗殺人に見せかけたというわけか。あいつも腐った奴にやられてた被害者だったってことかよ。あんなに追い詰められて誰にも助けてもらえなくて、だから自分自身がヒーローになろうとしたのね。改心という力を使って。こんなの悲しすぎる。絶対もっと違う道があったはず。もうやめとけ。どんな過去があろうと何をしてもいいってことにはならねえ。改心で人を操っていい理由にはならねえんだ。このまま奴を放置すればさらに被害者が増えるだけだ。それでいいのか。その通りだ。ええ、ここで断ち切らなければ何も変わらないわ。今はただ私たちにできることをしましょう。この絵を改心させることもそうだが、奴に願いを奪われた人々も救わねばな。じゃあ次は予告状だな。ああ、お前らお約束のあれか。だね、あいつを改心させて願いも取り戻そう。よし、車に戻って作戦会議と行こうぜ。